ザ・クラス、 Q はクエスチョンの Q、 身近な疑問を解明する番組。知って得する市民サービスや行政施策を徹底取材。市民の暮らしが豊かになる授業を始めます。さあ始まりました、ザクラス、石井裕二です。よろしくお願いします。さあ石井ちゃん、来たね来たね、夏休み来たね、始まったね。子供たちお家で大変なんじゃない？外に遊び連れてけとか。そう、もうこれだけ外は危険的な暑さじゃない？そうね、だからなかなかね、外でっていうと悩むよね。やっぱそうなんだ、うん、あとは僕も仕事があるし、うん、そのいつもいつも連れて行けるわけじゃないからね、うんうん、なんかどこかいいとこないかなってもうほんと日々考えてるよ。あ、やっぱ世のお父さんお母さんたちはそんな感じか、うん、まあそれならいい場所があるんだよ石井ちゃん。教えてよ。ちょっとちょっとこれ見てこれ見て、うん、なになにこれ、屋内ですごく楽しそうな施設じゃない？ねえ、しかもクーラーついてんだって。おー、いいね。ここは今回紹介するとある子ども館なんだ。ほう、気になる気になる。さあそれでは行こう。今回の舞台は鳩山町。福岡市の隣にある町で、町内には駅も多く、福岡インターチェンジもあるよね。あ、そして町のシンボルである通町池のある通町公園では、桜とかバラとか季節の花を堪能できるんだ、うん、そんな粕屋町はなんと出生率は県内でトップクラス。あ、そうなんだね。すごいよね。じゃあ子育て世代が多い町っていうことだよね。うんうん、子育て支援どんなのがあるかっていうのも気になるし、うん、さっきの施設もすごく気になる。そうでしょう、うん、じゃあ早速見ていこう。おい、今回の講師はこの方。うん、粕屋町の子育て支援事業について、粕屋町子ども未来課子育て支援係の吉川が説明します。どうもよろしくお願いいたします。いろいろなこと聞いていきたいんですが、まず気になったのはその未来課っていうのはどんな施策をやってるんですか？まずは一時保育事業、こちらは町内にある6つの保育園で、保護者のお仕事や病気、出産、育児からのリフレッシュの際に一時的にお子さんを保育園で預かる制度です。その他に地域子育て支援拠点事業というのがあります。町内にある5つの保育園で子育て中の親子が交流できる場所です。保育士が常駐していて、子育て相談や情報提供を行っています。また各園では月に数回イベントも行われています。町内の保育園とね、こうやって連携して子育て支援をやってるっていうのはすごいな、いいなって思いますね。今紹介した事業は保育園との連携だったけど、さっき見てもらった子ども館、同じく子育て支援の拠点の一つ。そうなんだ。それがこの粕屋子ども館。次からはその粕屋子ども館について後輩の立石くんが説明するよ。じゃあバトンタッチだ。いいね、子供に人気のありそうな方だね、うん、さあここからは粕屋子ども館で施設管理や利用者のサポートを行っている立石さん。はい、粕屋町には粕屋子ども館があります。ここからは私立石が紹介させてもらいます。ここは児童館の機能と地域子育て支援センターの機能を併せ持った施設です。なので対象年齢は粕屋町に住む0歳から18歳までの児童とその保護者になっていますよ。対象年齢の幅が広いですね、うん、ただこの施設で一体どんなことを行っているんですか？まずは子育てルーム集い、こちらでは就学前、乳幼児のお世話ができる、怪我をしない安全なおもちゃに絵本、ベビーマットももちろん用意しています。授乳室、ベビーバスもあります。月齢の子育てママたちが抱える悩みは多く、知らないことや困ることもたくさんありますので、親と子どもが気軽に集える、皆さんで語り合い、地域で安心して子育てができるように、遊びを通して交流を深める場です。だから子どもたちの社会性を学ぶ場でもあるし、うん、保護者のみんなの不安や悩みを共有できる場でもあるっていうところはいいところだよね。
僕自身もね、夫婦ですごく悩んだところがあるんだよね。あら、本当、うん、でも今のママさんたちの映像を見てたらすごく楽しそうじゃない？遊びを通して交流ってどんなことやってるんだろうね。聞いてみよう。ここでは、季節ごとのイベントとして節分や七夕、クリスマスなどを行っているんです。保護者やその子どもを対象とした講座なども行っています。例えば親子運動教室よちよち、0から1歳児というのはこれからいろいろな動きを身につける重要な時期です。そのためにもママと一緒に楽しく体を動かすことが大切なんですよ。ママが赤ちゃんの顔を見ながら話しかけたり、さまざまな表情を繰り返すと赤ちゃんの認知能力が増すとも言われているので、そういう普段知ることができない知識を実際に教えています。いやー、よちよちね歩くようになると本当可愛いんですよ、ね、でもこういう親子の体験を通してしっかりと心のつながりをね作っていくっていうのはね、いいよね。認知能力が増すってすごくない？まあ、受講した方の感想を聞いてみようか、うん、赤ちゃんたちの発達に応じたマッサージやママのトレーニングを知れてよかったって、いろいろな月齢のママたちと会えて楽しかったって、うん、あ、やっぱ楽しかったって言ってんね。いや、そうなんだよね。いろいろな月齢って言ったでしょ、うん、この時期ってちょっと違うだけでも成長が早いから、いろんなことを獲得していくわけ、子供がね、うんうん、だからもう例えば2ヶ月3ヶ月先に生まれた子と今自分の子の違いっていうのも大きいから、やっぱそういうのを知れるっていうのはママたちはいいのかもしれないね。そうだよね、うん、1日早く産んだって言ったら一つお母さんの先輩なんだもんね、うん、そう学ぶべきことは多いと思う、うん、あとね、子育て世代に向けた情報発信にやっぱり力入れてんだよね。カスヤ子ども館通信を毎月発行してんだって、ちょっと見れる？見てみて。あ、これか。そうそう、まずパッと文字数すごいからいろんなこと書いてるよねだって情報量のすごさよ、やっぱり。でも写真を使って講座の紹介なんかを行ってて、うん、あ、こういうことやってるんだっていうのが分かりやすいね、うんうん、この情報なんてあればあるほどお母さんたちは嬉しいからね、うん、ママたちが助かるコーナーといえばこういうのもあるんだよね。立石さん、お願いします。お譲りコーナーもありますよ。子供の成長ってすごい早くて服がすぐ入れなくなるといったお母さんの悩みも多いんですよね。これなんかまだまだ着れますよね。生地も丈夫だし、そういったものを皆さんで共有できるようなコーナーになっています。これは助かるよ、本当に成長が早いの。そうだよね、うん、ちょっと石井さん、これもう打ち切れなくなったからどうぞみたいな、こんな感じよありがたいよねありがたいよね。石井ちゃん、このカスヤ子ども館はまだまだたくさんの魅力にあふれているんだ。え、まだあるの？そう。それでは施設のこだわりルームを見ていこう。案内お願いします、立石さん。一つ目は動こうスペース。こちらでは動き回れるスペースを確保していて、卓球やバドミントンなどのレクリエーションを楽しめます。いやー、これはいいじゃない。今外が危険的な暑さですから、うん、なかなか体を大きく動かすっていうのができないけれど、こういう子どもたちの遊べる場の提供っていいよね、うん、もうちょっと大きくなった子どもたちだね、うん、今はね、本当公園なんかでもボール遊び禁止とか書いてる公園もあったりするんだよね。あと施設の方たちの目が届くっていうのもいいよね。そうだね、うん、うん、続いて学ぼうスペース。自分の興味のある本を見つけて読書ができます。また机には仕切りがあるので人の目を気にせずに集中して勉強することができます。まだまだあります。ここは作ろうスペース。自分で絵を描いたり好きな工作を作ったりすることができます。他にもいろいろホールですが、イベント会場で使ったり友達と卓上ゲームで遊んだりできます。多目的ルームです。
え、丸1日入れるじゃない。すごいよね。なんか私たちの知ってる公民館とかいうやつじゃないな。いや、もう全然違うね、うん、運動に加えて学びの場もあるっていうね。そうよ、宿題できちゃうよこれ。素晴らしいね。図書館として利用するのもあり、勉強する場所として使うのもあり。確かに、なるほどね。だってさ、大きくなったお子さんだとしてもさ、うん、お父さんお母さんが働きに出てるってなったら、やっぱこういう場所あると助かるよね。いや、助かるよ。もう一度改めて言うけど、これが町にあんだよ。そうだね。すごくない？いや、子供未来化手厚いね。手厚いよ。他にもね、その名の通り自由にのんびりしていいスペース。いや、なんだろう、もう一つのなんかフリースクールみたいな、ねえ、わかるわかる、学校みたいな場になってるよね。そう、石ちゃん、うん、まだまだ甘いよ。え、いや、もうまだ他の子育て支援事業やってるんだよ。何、まあ、例えばね、うん、ブックスタート事業、健康センターで行われている10ヶ月の乳児健診の際に絵本をプレゼントしてんだって。で、その絵本を使ってカスや子ども館では読み聞かせを行ったり、赤ちゃんに読み聞かせを行う講座も開いてるんだ。え、絵本のプレゼントだけでも嬉しいのに、うん、その絵本を使った読み聞かせもこの子ども館でやってくれるってこと？うん、他にもね、子育て応援団っていうのもあるの。おうおう、何それは。実は粕屋町には地域で安心して子育てができるようにと、およそ、ほんとこれすごいね。言ってよ。え、100名のボランティアが子育て支援の活動を行ってるんだって。そんなたくさんの方が。すごいよね。例えば仕事をリタイアした方たちが、うん、そこでまた活動をするってなると、町全体がなんかこう元気活力にみなぎる町になっていくよね。こんなにうまく回る町あんだね。粕屋子ども館では地域で助け合いながらみんなで子育てをするコミュニティもそうですが、子どもの環境を作りたいと考えています。この子どもファーストの設備もそのうちです。個人ではなかなか設備が整えられないのが地域の現状です。学校が終わって行き場がない子どもが勉強したいのにできない、遊びたいのに遊べないということがないように思っているのと、ママさんの抱える悩み、これも行き場がない、相談がしづらいという現状があるんです。私たちは子ども本人だけでなく保護者自身もサポートしたいと思っております。これってお母さんお父さん目線で作られた内容なんだろうね。本当に行き届いててびっくりしちゃった。子どもたちが学校から帰って自分が行ける居場所が自分の住んでる我が町にあるっていうのは、その子どもたちも大きくなっても誇らしい気持ちを持てるっていうのはすごくいいと思うけどね。これが子ども未来か。本当にこれから先のことを考えて、また粕屋町のことを考えてできてる施設のような感じがしましたね。さあ、ということで、今回もイベント告知です。毎年11月に粕屋子ども館でわっしょいフェスタという催しを行っております。手作りゲームスペースがあったり、ステージ発表もしております。今年も11月2日土曜日に開催されますよ。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ザ・クラスはドローカルアプリと YouTube でも配信中です。詳しくはザ・クラス J.com で検索してみてね。そしてこれからも皆さんの身近な疑問を徹底調査していきます。それではまた次回、バイバイ。 バイバイ。